じゃあチームよし交換部会、はい、2020ラストで太陽とシスコムーンの皆さんがゲストです。2月ですね。2月なんですけど、ダメフェスに太陽とシスコムの皆さんがもうスペシャルシークレットゲストとして、ね、シークレットで役立てたのかな。いや大盛り上がりですけどね。本当にあのそうですか。本当同世代の友達が泣いた。年代には強い、はい、全同世代が泣いたよね。なんか途中からね、2番目から出たんだよ、ね、そうですそうだ、忘れちゃったもん。思い出して、何の曲だっけ。途中から出たの。え、途中から出た、途中から出た、2番から出たんだ。嘘でしょ。私なんてだって友達がよしこさんの見に行くっていう話になって、うん、誘われたんだよね。そう、行くよっつって、うん、まあちょっとメンバーと行くからって言ったら、うん、見てたら私が出てくる。すごい。偉い、ありがとう。なんだ出てるじゃんって言われた。ありがとうございました。いえいえ、楽しかったよね。まあわちゃわちゃと、うん、そのイベントも行っちゃいましたけれども、うん、何かありました、見てました。リハーサルをさ、うん、あそうね、その方が見れた、うん、あゆっくりちゃんとね、なんかさ、あの子たちはあの子たちのちゃんと世界観があって、あれが正解と、はい、ダンサーさんたちがしっかりガッと踊ってくれたのを初めて見たから、わすごいと思って、本当はこうだったんだっていう。わかる。ちょっとわかる。私たちも、うん、あの本人のお歌を聞いてすごい感動したんですよ。本当にあの私たちもそのずっとあれですね、まあ、テレビで拝見してて言い方がですけど、お歌が上手なお姉さん方だっていう認識はあったんですけど、生でしかもそれで踊らせてもらうことって本当なかなかなくて、みんなすごいちびってましたよ本当に。本当にずっとね音源で練習してたじゃないですか。うん、でやっぱりご本人の歌でこう踊るのと違うのかなと思ったら、うん、まあ、CD 以上の、ね、違います。全然違うんですよ。ほらほら、自分たちは自分たちの歌を聴けないから、はい、他の人が聴いた時に、あ、本人なんだ、生なんだって思うのかなみたいな。すごい思いますよ。すごい思いますよ。ゲネプロの時に歌に合わせて踊らせていただいた時、よしこ先生が全然みんなの踊りが違うって言ってたね、おっしゃってた。本当にみんなもその別にご本人がいるから頑張るもあるんですけど、やっぱ歌のパワーがすごいから、それに合わせてすごい頑張っちゃって、すごいヘロヘロになったんですけど、それくらいのパワーをいただけるというか感動しましたよね。なんか私たちも嬉しいよね。あんまそのダンサーさんがこう一緒に踊ってくれるみたいなのってないもんね。本気のダンサーが一緒にいるってなかったから、やったことないから、すごい嬉しかったすごいこうチームっていうね、感じがすごいいいなと思った。あの雰囲気とか、みんながこうよしこ先生をこう思ってるこう気持ちとか、なんかそういうのすごい感動した。でもそれはもうそのまんまこちらもそうですよね。今何年目なんですか。いや、開発してるけどね。開発してるんですけど、あの私たちの中ではしてない、私たちの中ではしてないので、あの結成21年目中だよね。そう、21年目中、もう春になれば22年になるぐらいの。じゃあほぼよしこさんと同じ、半年には変わらない、5ぐらいじゃない。だって私が黄色5の時にも、だってもういらっしゃいましたよね、黄色ちゃん。そうだ、黄色より前、黄色より前。でもシングルとしてやってもらったのはその後で、それで解散するけどね。あ、そう、そうだよね、黄色の後だよ。それはなんという曲ですか。黄色のシングル、黄色のシングル、黄色の名曲。なかなかしんどいよね、あれ。シスコムーンの中で一番しんどいかもしれない。そうだと思う。早いし、そう、早い、うん、早いし、でも、でもかっこいい。かっこいい。いや、それも見たかった、聞きたかった、踊ってほしかった。そう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 。それはあるわ。確かにあの振りをダンサーの皆さんで、チームの人も見たい。じゃあもうスタンドマイクでもう歌う。いや、じゃあそのね、いつかその曲もでもまた機会があれば、ね、はい、やり始めたらそういう振りじゃなかったよって言われちゃうかもしれないからね。やばなんか違うって、いや、そこさみたいな感じ、そんなつもりでつけてないみたいな。
いやでももういつもはね、よしこ先生うちらも褒めることしかしてくれないから、褒める言葉しかあんまり聞いたことない、覚えがないぐらい、怒られたこともないし、あ、そうなんですね、そうなんですよ、申し訳ないぐらい、すごい甘やかされてる気がする、だって本当にだってすぐあのなんだろう、それぞれ4人の時もそうだったけど、それぞれの個性がもう全然違うじゃない、うん、でそれが成り立ってるじゃん、こうちゃんとこううまくこう調和をされてるっていうか、だから別に言うことなかった、すごい、すごい言われてみたい、小さい声で言われてみたいほらだってハロプロの中でも人気あったじゃん、他のメンバーがさみんなシスコムのこと大好きだったし、だからなんかやるって言ったらさ、結構ドワーってみんな見に来てたじゃん、あんま機会がないからね、ちょっと本当にあの今見とかないとくらいの、貴重な、みんなが元気で立てるのもあと何年なんだから、ね、いやこの間のアクロバットを見たらそんなことは次はね、だってまず私の還暦ライブだから、そう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 、そうドレスコードが赤で、ね、そこはまずクリアしなきゃいけないから、うんうん、すごい絶対見に来ます、絶対見に来ます、絶対見に来ます、測定ぐらい、測定ぐらいするから、測定ぐらい、還暦の測定怖いんだけど、なんか全然できると思うんだけど、と思うでしょ、うん、なかなかあれに合わせるのハードなんだよ、あ、曲にってこと、体を合わせる、わかんないもん、体を合わせる、そう、体を合わせる、体を合わせる、徐々にこうやって体を慣らしていくわけよ、うん、あ、そこに向けてね、そう、じゃあ60に向けて、今から、今から還暦に向けて、今からまず日課に一度ウォーキングよね、還暦ライブ楽しみにしてるね、あ、みんなで見に行きます、踊ってもらって、踊っていただいてね、そうですね、そうだ、60歳、面白いから、今から合わせに行かせて、今から行かせて、私も合わせに行かせて、歩こう、すごいね、いくらでも喋れる、そうなんだ、だから次々行かないと、はい、よしこ先生とそのまで20年間のお付き合いがある中で一番印象に残ってることとかってありますか、一番印象、活動中ってあんまりね、もう本当短いから、そう、でその後の方がね、そう、その活動が終わった後とかに、なんか個人的にっていうか、よしこ先生とお付き合いはあったりするんですか、なんか、多分ここが一番強い、私が一番多分、うん、そう、今やヨピって呼ぶから、なんかしれっと私たちもヨピっていう今はけど、ね、基本はよしこ先生だから、あの、しかも縦社会で生きてきた私たちから先生という言葉を取るのが、そうだね、まあ、そうそう、申し訳そう、先生を気にしてなかった、先生という方だから、もうよしこ先生っていう、そうなんだけど、このヨピ感がなんかこうやっぱりいいなってどこか憧れがあるから、うん、しれっとあの LINE とかにはヨピって全然気にしてなかった、よしこ先生って書いたら堅苦しくて申し訳ないからってヨピコ先生って、徐々に崩してするんだけどね、だから崩し方としてはよしこちゃんって書いて、そう、私はよしこちゃん、あ、そうかも、うん、でもよしこちゃんっていう人多かったよ、うん、あのハロプロの中でも、うんうんうん、そういう感じで、うん、一番多分ヨピだったんだろう、よしこ先生はなんて呼んでるんですか、シノピー、アツコちゃん、コミ、うん、コミ、うん、かわいいやん、アツコちゃん、コちゃん多分、私多分その松浦とか後藤とかのそのライブの時になんかもう稲葉っていうのが言いづらくなって、うん、で、なんかアツコちゃんはみたいな感じから入ったような気がする、アツコちゃんかわいい、なんか私の知る限りでアツコちゃんって呼んでる周りの人は先生しかいないかも、いない、うん、私はあっちゃんとしか呼ばない、あ、私は、私はあっちゅと呼べるようになりました、確かに、あ、みんな呼び方違う、ね、あ、よしこ先生の振り付けの中で何かこうご自身の楽曲じゃないものでも何か印象的なものとか、何かす、あ、これ好きだったなとかって何かありますか、他にも、あ、なんかありますか、好きな、だってワンツースリー好きなんだよって言った時のこと私まだに覚えてない、私でしょ、うん、そう先生に向かって言ったの、はい、スリー、スリー、スリー、ちょっとどうやるの、でもそのスリーを間違えて、あ、そうそう、違うって言われてるの、そう、言われたのが最初だった、なんか覚えてるね、その2人のやり取りを見てたから、うん、あ、あれ、あれの一位に入りたい、あ、あの、出して順番に、何番目、
や最後の一番最後マリアちゃんのところはできない。あの番が回ってたらもう本当申し訳ないって思っちゃういやもう本当もう本当すいません。なんと想像してね。なんで私じゃあ完璧第1号であそこでいいわけ、うん、あそこの最後のところに、うん、マリアぜひぜひ、はい、マリアになってじゃあ、うん、ウインクめっちゃ上手になったよ。ウインクめっちゃ上手これはちょっとあれだな、これからちょっと練習すごいね。いやまだ時間ありますけど、時間あるんで、3日に一遍ね、歩くときと同じ。練習したらできるようになるの？いや、わかんない。でも、松村も練習したって言ってたよ。できたって、うん、一緒に3日に一度練習して歩きながら、ウォーキングと同時にじゃあ練習しといて。できるの本当に、うん、ちょっと言ってたよ、だから3日に1回そうですね、その時抜きますから。はい、3日に1回だよ。あそこ絶対抜かれちゃうもん、ね、あそこ絶対抜きますから。冒険しちゃうからね。あっちさんは何か好きで。あ、私ですか。はい、たくさん。もうちょっと私ちょっといっぱい見すぎてな、うん、振りいつも叫んでいるのに。ヘルプミ。あ、そう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 、ヘルプミ。うん、おう、それをなんか私すごい、いつだったかな、ムーちゃんとめっちゃ踊った覚えがある。カラオケで、そうそう。今度それ出れるじゃん。出れるね。じゃあ還暦のライブみたいな。そうだね。あっちの時、そうそう、私の、うん、私の還暦何年やるつもりやろ。一人ずつやってやるつもりやろ。ぜひやりましょう。一番大変なのは私になってくるからね。あ、そうだね。最後の時とか。そう、最後の時の時は60歳。なるほど。ずっと合わせに行かれてくるんですよ。体を使って。そうずっと。大丈夫、きっとできる。はい、きっとできるよね、うん。やればできる子だから。できる。大丈夫。こういう優しさがね、いつもあって、うん、こう言われると、頑張れるかもしれないなって、そういう20年でした。なるほど。まとめた。まとめました。また。ありがとうございます。このチームよしこダミーフェスの時に、うん、このせんべい限定で販売したんですけれども、はい、これの、うん、実は新作ができまして、イエス、せんべい缶、イエスイエス、はい、でこれをシスコムーンの皆様にもプレゼントしたいと思います。こんな感じでーす。こんな感じでーす。すごい。そうなんですよ。そうなんですよ。でちなみに、うん、ダミーフェスの時のノットクッキー。ミエさん、これはですね。はい。富士さん。これ。富士さん。え、富士さんいたでしょ。そう。富士さんで、そう、あの時はまたちょっと違う感じでやっていただきました。うん、そうなんですよっていうね、はい、田中屋せんべい総本家、ここの、6代目若旦那が、お友達でして、古い、なのでもしよかったら皆さんもネットでご購入していただけたらと思います。そうなんです。これネットじゃなくても買いに行けるの？あの、たまに東京に出てきてくれるんです。東京じゃないのか。そうなんです。だから、はい、今すぐって方はネットでポチッと、はい、お願いできたら、カードシストムの皆さんもお持ち帰りください。ありがとうございます。嬉しい、嬉しい。はい、あやみさん、はい、あやみさんはあれですね、あの宇宙でランタさんの時にアクロバットを披露した体育会系に一体ないって紹介されてました。はい、本当に日体大のあれですよね、体育会系の運動神経抜群、はい、やる時はあれの先輩は、はい、そうなんで、体育会可愛らしくて男前、ツッコミが鋭い、実は怖い方かと思ってましたが、たまに入る鋭いツッコミが面白い。そう、あれとあれな、声がすごい低いんですけど、低い声で鋭い声をね、パーンと書く方の男ですよね。あれがすごいかっこいいと思います。ね、そのアクロバットもね、ご急遽ね、人のためにね、そうですね、そういうのも一緒に言わずに、うん、近いしてきてからね、対応してくれるっていうところの素晴らしい、あやみさん、素晴らしい、かっこいいあやみさん、男前っていうところです。はい、はい、ありがとうございます。次、じゃん、ゆずちゃん、はい、はい、ゆずちゃん、これダントツマイウェイ超自由人で超絶美人、はい
これはすごい奇想天外って書いてあります。4文字熟語じゃないですか。天真爛漫、ね、奇想天外、天真爛漫、破天荒な美人、そう自由人、チャキチャキセレブ、チャキ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 セレブね、ゆずちゃんは独特ですよね。そうだね、見た目、そう、見た目すごく綺麗なお姉さんなんですけど、ダントツ前上、これぴったり当てはまる。そうですね、もうカタカナだ、我が道を行くな、うん、本当にあのパーコさんみたいに笑いますよ ね、 そうですね。ね、すごい笑い声がいつも響きます、うん、でもすごい素敵なギャムのね、あのセクシーなダンスが印象的でしたけど、しなやかなダンス、はい、はい、素敵な綺麗なお姉さんです。はい、はい、次さとみさん、はい、さっちゃん、はい、と呼ばれてます、はい、さっちゃんはあれなんですよ、あの さちこかと思いきやさとみのさっちゃんです、はい、さっちゃんは結構まあ若手の方ですかね、うん、そうそうそう、でもすごいしっかりして、しっかり、うん、しっかりしてない、うん、あの冷静に周りを見てて頼りになる上の人をね、うん、いつもサポートしてくれて、そうなんです、そのさっき書いてあった自由人だ、天真爛漫だ、宇宙人だっていうその40代をまとめてくれる若き30代ですよね、うんうん、とてもありがたいです、はい、見た目ほんわかで可愛らしいんですが、しっかり者のさっちゃんです、はい、あとね、お肌がね、ツルツル、そう、お肌、毛穴なし、なし、毛穴なし、ね、羨ましい ね、皮膚移植してくれって感じです、はい、さっちゃんいつもありがとうございます、はい、じゃあ2020ラストのチームよしこおかんぶかい TV、今日は太陽とシスコムーンの皆さんがゲストに来てくださいました。ありがとうございます、ありがとうございます。ご覧になってくださってる方も今年お世話になりありがとうございました。2021年も何か企画を考えていろいろやっていこうと思っていますので、これからもどうぞよろしくお願いいたします。